ごい古い安いハブ経由でコントローラーつないでたんだけど、今マザーボードに直接コントローラー挿してみたんだけど、ジャンプしてみようか。あ、大丈夫だ大丈夫だ。この古いハブにコントローラーとミキサーをつないでて、確かミキサーだな。でこのコントローラーのバイブレーションプルプルってなった瞬間になんかミキサーの接続がプチって切れるっていう症状があって、この振動をした時のノイズがハブ経由で伝わってコントローラーがなんか誤動作して接続切れてたっぽくて、多分だからハブがダメだな。ハブ古い、めっちゃ古いハブ使ってたから、もうノイズ対策もされてないからだな。だからちょっとハブ新しくした方がいいな。これめっちゃノイズに弱いんだわ多分。今マザーボードに直接コントローラーつないでるから大丈夫なんだな。っていうかこの XBOX コントローラー、これもうちょっとノイズ対策してほしいんだけど、これ絶対バイブレーションでノイズ出してるんだな。他の機器がやられる可能性もあるってことかなっていうのということで、コントローラーでいけるようになった。ダメ？なんか言ってよ、ダメですとか。そうか、ハブ買わないといけないか。注文しようかな。っていうかこれ XBOX コントローラー注文しちゃったんだけど、いくらしたんだっけ、6000円ぐらいしたんだけど、もう注文しちゃった。どうしようどうしよう、もうクソもないな。うわしまった。ああしょうがない。じゃあいけるかな。コントローラー2個もいらないよ。今更しょうがないわ。じゃあなるか。どっちに行けばいいんかな。下もあるし、さっきあっちもあったな。ジャーナル読んでしまおうか。ああコントローラー買っちゃった。くそーくそー、やっちゃったな。速攻発送してもらってるからもうダメだな。キャンセル効かないよ多分。やば。あ、ちょっとジャンプしちゃった。全部本当だったんだ。全てを記録することができた。これこそ私が求めていた確認だ。まさか自分がアウトサイドを歩いているなんて。アウトサイドとは何ですか？アウトサイド。まさか自分がアウトサイドを歩いているなんて。あそこは言葉では言い表せないほど素晴らしい場所だ。しかし一つだけ読めないよう。簡単だぞ。食いるっていう字の悔しいっていう字だ。ん？あ違う、人弁だ。悔しいじゃなかった、人弁だね。なんて言うんだ。侮る。あ、侮るか。へえ、侮るね。しかし一つだけ侮れないことがある。私が見えるということは私も見られるということだ。どういうことかな。何のこと？私が見えるで見られている。なんだか分かんない。次回はもっと深いところまで行くには慎重に行動しなければならないだろう。何かが私の存在に気づいたのだろう。探索中、私はいまだに説明できない恐ろしい悪意のある気配を感じた。その視線はこの日記を書いている今も私に感じられる。抽象的だな。わからない。何を言ってんだろうな。次。どうする？いけないかな。あ、これダメだわ。下に行くか。こっちに行くか。こっちはないのか。下に行くしかない。こっちは何もない。一方通行だ。こっちだ。下だ。ちょっと変な声がする。何？やばくない？なんだ？不気味なんだけど。行くしかないの。行きますか。なんか内臓っぽくないか？気持ち悪いんだな。良くないな、この場所。行くしかない。テイクンプロジェクトを取る。はい。いらんことするから。そりゃそうなるわな。頭を勝手に物を取ったら、ほら。こうなるの？どうなったの？やばいやばい、なんかおかしいことになってる。まあなんかいらんことするからこうなるんだって。気持ち悪いなあ。あれ、階段がある。こっちかな。暗くてわかんない。気持ち悪いし、こっちかな。このゲームは気持ち悪いゲームか。なんかもう苦手。暗いわかんない。ちょっとなんか嫌な声がする。いるんじゃないの？暗い暗い。パートに帰った方がいいって、アパートに帰った方がいいって、アパートどこでしょう、アパート帰った方がいいって言ってて分かんないんだけど、ああ音変やと思ったらちょっとループしてた。どこに行けばいいんだっけ。よく今まで羽織らんかったな。スピーカーから音出てたわ。なんだ。ここは来たことあるんじゃないかな。違うかな。もう来たことあるね。この上にいたのか。アパートってどこだっけ。車に乗って帰るかな。もう覚えてないんだ。車が下にあったんだっけ。ジャーナルマークついてる。これジャーナル更新したってことか。お、なんか、ちょっと早いな、ここ行こう。させて行こう。車ってどこだっけ。車、チェンが。あれ？あ。車がないのか。どうするんだろう。ん？車返して。車あれ？あれは何？光ってる。車取られちゃった。何だったの。下の光に行きたいんだけど、これ行けないの。道がないのかな。でこれ降りれないか。ちょっと降りれないな。これだと死んじゃうやつかな。これ見えないな。死んじゃうやつかな。降りちゃった。残念、ダメでした。どうすればいいんですか。Where's my car? のところからさっさと行くぞ。エグザミンしろって。 Where's my car? さっさと行くぞ。じゃあ道なりに行けばいいのかな。あのうちには行けないのか。しかない。降りれないかな。なんだいこれは。からん、うるさくてカチャカチャ言ってるのか、雨がカチャカチャ言ってるのかわからんわ。そっちの方行ったんだね。あ、え、あ、なんで殺されたの？脇道に行っちゃダメなの？脇道に行っちゃダメって。あ、え、そういう話でもない。逃げろって言って。あ、ひたすら逃げよう。道が分かんない。まだ逃げた方がいい？まだだね。あ、え？あ、閉じ込められた。あれ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 。おい、え？もうなんなんだ。あ、車がある。何なんかよくわかんないよね。びっくりさすな。ちょっとびっくり系はちょっと苦手。気持ち悪いのとびっくりはちょっとな。帰ってきた。え？キューブを隠す安全な場所を見つけないとダメってなってんの？なんだこれ？これ何？何この特殊なやつ。新聞長いし、翻訳すんのディープ L 使うよ。またこれ一回全部入力しないといけないんだけど、しょうがないな。やるよミッチェル事件。ミッチェル氏失踪の謎が深まる。悪天候のため調査中断。ピクチャー。エドガー・ミッチェルの炭化した小屋の跡。燃えちゃったんだ。エドガー・ミッチェルの失踪から1ヶ月、警察は失踪時の推定所在を特定した。その時彼はどこにいたのか。標高 1500m の山奥にある小さな建物で、家族の山小屋だったと思われる。建物は火災で全焼しているのが発見された。大雪のため探索隊の現地入りは困難を極めた。山小屋へは急勾配の 山道を歩いていくしかなく、この時期の歩行は非常に危険です。この季節に歩くのは非常に危険です。あ、2回訳してある。時々役ダブってんな。ダミアの刑事によると、火災の原因は明らかです。暖炉は長い間放置されていたようです。暖炉が出火元か。小屋の前には豊富な血痕が残っており、エドガーが負傷したことがうかがえる。おそらく炎に包まれたのだろう。しかしエドガーが残した痕跡をたどって森へ向かっても手がかりは得られなかった。というのも、最初ははっきりと見えていた痕跡が親の付近で原因不明の消滅を遂げていたからだ。手がかりなし、途中で消えた。もう一つの謎は事件をさらに複雑にしている。エドガーの痕跡は現場で確認された唯一のものではないのだ。警察はエドガーの足跡の隣に別の足跡を発見したが、その由来や形状は不明である。ダミアノ刑事はあまり詳しいことは言えないが、その足跡を何か巨大なものによってつけられたものだと表現した。巨大で非常に重いものによって作られたと述べた。現在悪天候のため捜索は中断しており、このことから現在気温が氷点下である山岳地帯でエドガーが生存している可能性は低いと思われます。これがニュースペーパーの記事ということか。よしよし、長いなあ。これ翻訳しないと話が分からんからな。何するんだっけ。なんか取ってきた大事なものを隠す場所を見つけましょうと。自分の部屋どこだっけ。自分の部屋がどこか分かんない。あれ、半開きだけど。 First I have to find a safe place to hide the cube。 はい、ここだっけじゃないの。もうちょっと先だっけ。ここだっけ。ここだな。I can't hide the cube in Edgar's apartment. They will find it immediately. ああ、自分の部屋に隠すなって。なんだこれ、ちょっと宇宙人っぽいね。ゴミ箱に隠す。なんか頭が変な色だけど、なんだ。隠すって言われても、なんかないか。ちょっと変な音がする。隠し場所は入れないの。ダメだって。自転車。上行けるじゃん。上だ。何、まだ向こうがあると。不気味だね。ハイドザキューブ、どこに隠すの。この辺。ここ。隠した。隠したよ。もうびっくりするやんけ。ちょっと怖い怖い。暗い暗い。真っ暗すぎるんだが、ちょっと分かんないんだけど。ちょっと暗すぎん。あれちょっとどっちに行けばいいか分かんなくなっちゃった。こっち向きだね。大体こっち向きまっすぐ行こう。ちょっと待って。ここかなんかある？怖いんですけど、ああもうびっくり系はちょっとなんかやだな。まあ面白いといえば面白いんだけど、びっくりするな。やだな。なんかあるの？なんもないの？なんもないじゃん。ドキュメントか。もう翻訳するのしんどいんだもん。あー、また穴があるんか。もういいよ、もう。あー、とりあえず翻訳しようか。翻訳しようか。録画を中断してほったらかしにしてた。めちゃめちゃ飛んじゃったな。飛んじゃった。どうなってたんだっけ。どこで止めたんだっけ。しまったな。どこで止めた。なんかね、見たことのあるジャーナルがあるところで止めちゃったんだよ。この部屋じゃないな。ちょっともう一回戻ってどこで止めたよ。ここの結構飛んじゃったよな。これか。これ見たんだっけ。これ、あ、これ見て内容確認してる時に止めたんだ。でこれもう見たことあるからここで録画再開しないといけないのにやらなかったんだっけ。そんな気がする。でどっかこの辺で馬のスタチューを見つけたんで「やったぜ」って言ってこっち行って。馬のスタチュー見つけたぜって言ってここにつけたので、馬を向かい合わせにしたらカチャッと音がしたから、そうだ、ここに来てで絵画を下に下ろしてカセットテープを聞いて、まあ内容何もなかったけど、でレバーを下げて、でレバーを下げたらここのドアが開いて、どうしたんだっけ。でここのレバーがあって、まずこれが開かないんだね。開かない。写真を見る。写真を見た。この写真でこれキモーって思ってた。ジャーナルがあるんだけど、ここでうろついてたらなんか誰かが来たから隠れろとか言われて、この中勝手に入って自動的に入ったのかな。この中入って誰かがうろついてる音がしたけど去っていったんでこう出てきたと、そんな感じかな。でジャーナルちょっと見ようか。これジャーナル見よう。あの場所は本当に父の隠れ家だったのだろうか。信じがたいことだが全てがそうであったことを示唆している。私はできるだけ多くのものを持参してこの書斎で調べようとした。彼のノートの多くは私が知らない言語で書かれているが、これは私の筆跡であることは間違いない。ん？そうなん？彼のノートの多くは私が知らない言語で書かれているが、これは彼の筆跡であることは間違いない。あの奇妙な写真を見て私はさらに疑問を抱くようになった。風景がシュールすぎる。遠くに見える巨大な建物、建造物は一体何だろう。どうやら父は古代の遺物について研究していたようです。でもこれってどういうことなんだろう。父は何を研究していたんだろう。物置には奇妙な像や古いカセットテープがあり、それらを研究するためにここに持ってきたのです。うん、まあそうだよね、そういうことだ。でこれは何もないのか。なんだっけ。これは開かないし、なんかできないのかな。変わったメカニズムで保護されている。写真なんだろう。どこだろう。遠方の影なんだ。不気味なんだこれ。右下なんか気持ち悪いものがあるな。何これ。左下はなんかはしごっぽいのがあるし、気持ち悪いな。なんだろうな。ゲートどこだっけ。分かんない。ゲートだな。もうエイリアンだ。なんでこんなのがあるの。あ、こう鍵がかかってる。引き出し。これドリームサイクルに出てくるやつとそっくりだ。このチェストすごい似てる。チェストというとこういう形なのかな。あと何すればいいんだ。分かんないな。馬は対処したし、あの絵画をずらすのもやったし、あとはこれか。あ、登れるようになってる。いつの間にこんなの。登れるね。登ろうか。あれユーズ。あれおい、ちょっとびっくりした。暗いな。暗くて分からんな。なんかあるね。ちょっと後にしようか。ちもなんかやだ。暗い暗い。あ、なんか嫌な感じが、あ、怖い怖い。なんだなんだ、電話だ。セットテープ。セットテープ。はい。特に何もない。なんだこれ、気持ち悪いな。なんだこれ、何ですかこれは。刻む。いや、ちょっと待って。イクザビン、なんか怖いね。なんだこれ。はい。What strange machinery? What if I place the cube? ああ、キューブを持ってくるって言ってんの。キューブを持ってくるの？いいけど。ページ。翻訳しなくちゃ。この奇妙な仕掛けは私が父の秘密の隠れ家から持ち出した最も謎めいた物体である。その機能は何なのか。小さな磁場を作ることができるようだが、何かが足りないのは確かだ。隠れ家の近くに古びた金属の扉があったが、開けることはできなかった。山の奥に続いているのかもしれない。必要なものはそこにあるはず。この辺りはトンネルや古いギャラリーがたくさんあり、山には巨大な網の目のようなものがあると言われている。あの山には何キロにもわたって巨大な地下道が張り巡らされているそうだ。でも今思えば、家族のキャビンはあの場所からそんなに遠くない。あの山の頂上にあるんだ。もしやあのトンネルで全てがつながっているのでは。あの辺りにはもっとたくさんあるのだろうか。まずは山小屋に行って調べてみよう。朝早く出発しよう。そうな、山小屋に行くんだ。了解了解了解。お、写真だ。これか。あったな。これか。入れなかったんじゃん。どうすんの。入れるんだっけ。あ、なんかある。ペンか。あそこ入れなかったんだけど、入れるようになってんのかな。これ何。あ、そっか。あ、でこれなんかしようって言ってたな。やっていいのかな。キューブ持ってきていいの？やってみようか。降りたいんです。降りたいです。これ、ここか。キューブどうしたっけ、1個上に登ればいいんだ。キューブキューブ方向音痴になってんだ、こっちか。罠かな。キューブ取りに行ったら襲われたりしないか。あ、光ってる、分かりやすいね。大丈夫かな、光ってるやん、分かりやすい。大丈夫かな、なんか襲われたりしない。早く行く早く行く早く行く。あ、おい、なんで閉められちゃったの。戻れ戻れ、隠そう隠そう。どういうことだ、何なの。あれ、隠させてよ。やられた、罠か。デベロッパーによる罠だ。クソ、やられた。どうすればいい。己開発者め、はめられた。やばいじゃん、隠させてよ。なんでダメなんだよ、蓋閉めればいいじゃん。もうこんなんばっかり、もう絶対襲われるやつやんこれ。もうどうすればいいんだこれ。このまま山小屋行く？こっち行く？なんかないか。ここは？開けて、マジか。え、違った、僕自分の部屋ここじゃん。そうだよな、なんで閉められちゃったんだ。山小屋行くのかな。降りれるか、ここ。あ、ダメだって。じゃあこれ、ここしかないね。ここしかない。まんまとはめられた。ここに行くしかないんじゃん。行くしかないんじゃん。あれ？あ、ここって自分の部屋に戻るんだ。あ、そうだった。あー、そうなんだ。でさっさと行くぞ。この階がびっくりするな。どこだっけ。違う違う、あ、もうこんなんばっかりだ。え、どうなったの？光ってるの。なんか痛い思いをしてそれだけ何なんだ。あ、穴が開いた。ああ、また気持ち悪いのが。いや、まあ行くしかないんだろうな。行くしかないんでしょ。行くよ、もう。なん死ぬの？ちょっと勘弁してくれ。ああ。キューブなくなっちゃったよ。ねえ。What's happening to me? なんだろうねこれ。何すればいい？暗くて分かんないね。赤く光ってる。なんだ。なんかよくわかんないよ。なんかね、わざとらしいってもうはめられてるし、めちゃめちゃはめられてるやんけ。どうすんのこんなん。誰だよここ塞いだの。ほらデベロッパー何をしてんの。出ていくよ。あ。What does this mean? なんか全然違うとこになっちゃった。ああ、うわ、どうすればいいんだよこれ。なんだこれ。あ、気持ち悪いよ。なんだよドアって言うけど、やだ。ちょっと待ってくれ。なんだこれ。やばくない？なんかこれ何これ。あ、だな。うわー、すごいとこに来ちゃったね。なんだこれ。エグザミンって何？My God, am I dreaming? ねえ、何これ。一体何なんだ。どっちに行くのがいいかな。開かなくてよかった。こっちは不気味じゃあ。うわー、なんだろう。やばいぞこれ。なんかかんない、よかった、開かなくて。開かなくてよかった。え、なんだこれ、なんか回ってる、これ何？近づくと死ぬやつか。何が回ってるの？歯かな？そんな感じじゃない。突っ込んでみようか。やめとこうか。ここに何かあるのかな。これ止めたいね。危ない、危ないよ、危ないよ。あっちは何？行かなくていいの？行かないで。あかん、めっちゃビビるやん。ちょっと気になるんだよな。突っ込んだらどうなるか気になるんだな。誰か突っ込んだ。え？こっちはなんだ、なんだこれ。開かない方がいいわ。これは？これは？サムシングミッシング、なんかない、足りない。ドア、ゲート。開かなくていいよ。下に行くか。気になるんだが、死んじゃうんだろうな、あれ突っ込んだら。歯だよね、歯がぐるぐる回ってんだよな。近寄らない方がいいね。広い。何ですかこれ。開かなくていいです。え？なんかやばないこれ。なんか人体実験とかしてないね。まずくないこれ。うわ、キモ。人やん、人やん。やば、人体実験してるぞこれ。ねえ、大丈夫？局部出てない？大丈夫ですか？大丈夫ですか？出てないよね。もう怖いな、不気味じゃ。もう人体実験してるやんか。うわ、気持ち悪い。もちょっとグロいんだな。グロいって、あ、ここもなんかあんまりこうちょっとなんか嫌なんですけど、あやばい施設だ。やばいぞ、殺されるぞ。どうしよう、こんなん布かかってるやつ、なんか人やん、絶対これやばいって。ドアだ、開かなくていいよ。なくて分からん。歯車も合ってるな。繋がってるのか。いくらだ。なんだこれ。何ですか？あ、エクザミン。何をするの？エクザミン。これはでかい。巨大だ。誰が作ったんだ？知らん。これは何？ギア。ギアは分かっとるわ。ギア取るんか？ギア取る。What's all this for? What if I try to stop? 止めたらどうなるかって言ってるのか。止めれば。This machine is huge. Who could have built them? 誰が作ったんだ、こんなでかいもの。知らん。見るだけ。見るだけ。見るだけで終わりか。おい。見ただけで終わり。ほら。かんない。何もないのか。もう不気味じゃん。まだ見てないな。気持ち悪い。うわー、もうこういうのちょっと嫌だな。苦手なんだわ。めっちゃ苦手だわ。あ、もうちょっと気持ち悪くなってきた。気持ち悪いんだが、なんか嫌だ。気持ち悪いよ。これ見るだけで終わり。こんな気持ち悪いの見せられて、そんで終わりなの。なんかすごい嫌だわ。なんなの。ほんと気持ち悪いんだけど。ちょっと SF っぽいんじゃないの？これ違うの？なんか気持ち悪い。なんなの？なんなの？あそこで一回死ねばいいのね。なんなの？どうするの？突っ込むかもう、試しに。まあそうなるわな。どこかな、これは。これ見たことになってるの？どうなってるの？今どういう状況なんだろう。もう一回見ないといけない。もう見ない。知らん。くるっと曲がってくるわ。さっきあんな音したっけ？もうこんなん無理やり見せられるのも嫌なんだわ。気分悪いって。気持ち悪い。吐きそう。気持ち悪い。もういいかも。見ましたよ。もうなんかないんだっけ？これ見るだけで終わり？ちょっともうこっから出たいんだが。人の体でゲームとはいえ、こんな人の体をこういうふうに使ってんのちょっと嫌だわ。何だと思ってるんだろうな。よくないぞ。死体って物扱いにしてる人いるよな。気分悪いわ。腹立つわ。でどうすればいいんだろう。このパートに関してはちょっとクソゲー扱いするわ。クソゲーだ。ないのか。これはなんだ。ここ出たいんだな。やめていいかな。しんどい。下行かないとダメっぽいな。なんかあるんかな。暗くてわかんない。これだけのものがあって、ただ歯車見てて終わりってないよな。なんかあるんじゃないかな。なんか見落としてないかな。気持ち悪い。ああ、もういいや。なんかある？これ何？金属の棒。はい。取った。何すんのこれで。ああ、これで歯車壊せるかもしれない。歯車どこだっけ？どこだ？あった。止めるのかなでも。いや、はい。あ、止めた。止まったよ。ここは？こんなとこに何もない。止まったことで何がどうなったんだ。止まっただけってことはないか。危ないもんね。ちょっと一回ちょっと、この辺は変化ある。変わらない。あの歯車は何なんだ。戻ろうか。あ、セーブ入った。セーブが入ったけど、逃げろ逃げろ。後ろみたいな何が来てんだろう。逃げると言ってもどこまで行くんですか。逃げ切った？逃げ切ったよ。こういうゲームなのか。今更だけど逃げまくるんだ。これだね。ビビらすのは大丈夫だわ。びっくりするけどいいよ。あ、止まってる。なるほど、そういうことだ。これ触ったらダメじゃない？もしかして死ぬんじゃない？やばいんじゃない？向こう側行きたいんだ。エグザミンキモ。なんだこれ、気持ち悪い。Oh God, what sort of creature is this? What were they doing? I have to take. なんか取ったんだが、レバー。ああ、レバーね。不気味だ。レバー取りました。ずっとこんなん続くんだ。やっぱあセーブ入った、やだやだ。まだキモいの続くんか、もう勘弁してよ。もうまあ何もない。怖いんじゃない。なんかやばいんじゃない。開かなくてよかった。あ、こっちしかないの？ちょっとこれはダメでしょう。こっちにもなんかある。どっから来たんだっけ？もう分かんなくなっちゃったり。私はどこから来たんですか？ここから来たんです。気がつかなかった。こんなんあったか。ちょっとしゃがんで。